今夜はツンサロ初めての、観覧入れての配信でございますよっ。ではまずですね、オープニングアクトとして僕軽く歌わせてもらったりしてもいいですか？ありがとうございます。生演奏で歌っていきたいと思います。よろしくお願いします。まあせっかくこういう生の機会だから、やっぱ得意なこと、僕モノマネ芸人なのでモノマネをやりたいと思います。じゃあ年齢層を見てですね。失礼な話ですよね、こういうこと言い出すのはね。本当にやっぱり僕は最近モノマネ王座決定戦とかね、フジテレビの番組に出てるんですけど、チャゲ&アスカのモノマネがね、あの得意でやらせていただいてるので歌いたいと思います。では Say Yes という名曲をお送りします。先月東京青春映画祭6月ね、 4、5 にやりましたけども、そこで主題歌を歌ったアーティスト3名呼んでおりますので、そちらのライブでスタートしたいと思います。それではまず1人目お迎えしたいと思います。怪獣少女ですねの、主題歌を歌ってくださいました愛想奈々さんです。登場いただきましょう。どうぞ拍手。よろしくお願いします。お願いします。中2が怪獣少女の主題歌駅カフェです。どうぞ。ありがとうございました。14歳でこの歌声素晴らしい愛想奈々ちゃんでした。ありがとうございました。さあでは続いて2人目のアーティストをお呼びしたいと思います。無理恋の主題歌を歌っていただきました福島ひなたさんです。どうぞ。いやはい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ日向ちゃんに歌っていただきましょう。はい、中二映画無理っ恋の主題歌ですね、松浦彩さんのカバーで桃色かと思いです。どうぞ。片思いらしい片思いなんて初めてしちゃいます。わかんないことがわかんないくらい好きみたいです。あの人には
がとうございました。ありがとうございました。福島ひなたさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。さあでは、3人目のアーティスト、登場していただきましょう。奥の湖の主題歌を歌ってくださいました加瀬桃さんです。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チューニーが奥の湖の主題歌ロケットに乗れるかなです。どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。加瀬桃さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。いや映画祭でもね来ていただいてましたけども、こんな至近距離で見れることなかなかないんじゃないでしょうか。さあということでツンサロ始まって以来の観覧ありでのオンラインサロンですけども、では今夜は Q&A でございます。サロンメンバーからの、疑問質問にツンさんにここで答えていただきたいと思います。今日この観覧配信に来られなかったメンバーにも事前に質問を募集していますし、今この場にいるメンバーさんからも質問いただいております。では早速この質問ボックスから、引いていきたいと思います。ツンサロで、これから企画してることとか新しくなんかツンさんがやってみたいなって思ってることがあったら教えていただきたいです。ツンサロね、でもツンサロをもっと活性化したいんですね。まともにサロン仕切ってくれるメンバーがいないかなっていつも考えちゃう。でもフェイスブックが何かと使いづらくってつい後で時間あるときにって思うと夕方になっててまあええかってなってます。昨日仲間と行ったやんでそこでアプリ取ってくださいってなったんやけど、その仲間とのアプリってアプリに実際に反抗してもらうんよ、知ってる？スタンプの欄があって、なのでサロンでも SNS アプリ作って毎日の出席をスタンプとかにしたりこういうイベントに来たらスタンプ押してもらえたり、映画祭手伝ったら5スタンプとかなんかそういうのにして、ランク形式になると、サロンに参加するのも楽しいかなって思ったり、そんなことを誰か僕やりますみたいな人がいたらどんどん盛り上がるんやけどなーツンクエンタメサロン株式会社にして幹部社員として働いてもらったりね。幹部
映画もどんどん作っていかないといかんし、ま、とにかくサロンの水準というか、活性化マジで考えたいので、今日来てる人で手伝える人は最後にスタッフまで、ぜひお伝えください。よろしくお願いします。ここまで空中に番組のスタッフ、番組仕様ですね。はい、ありがとうございます。はい、いろいろ考えてますので、はい、さあじゃあ続いていきましょう。なんかサロンメンバーと話しててつんくさんって落ち込んだ時どうしてるんだろうっていうことを話したことがあって、はい、どうしてますかっていうのとシンプルだ。あとまあなんか私はクリエイターだと思うんですけどっていうか、クリエイターとしてのちょっと質問がもう一個あって、ステップアップって難しいなって最近すごく思って、なんか結構自分はなんかその叶えたいことから逆算してこうやってこうみたいなやってるタイプなんですけど、なんかやっぱ進んでる間ってこう分からなくなってくるなと思って、なんかそういう時ちょっと落ち込んだ時のつんくさんの落ち込んだ時どうなさってるのかな。なるほど。クリエイターとして落ち込んだ時とかどうなさってるのかなっていうのをお伺いできたら嬉しいです。なるほど、はい、ありがとうございます。つんくさん落ち込むよね。なんか昨日か一昨日だったか、ステージアップなんてしなくていいのかもね。毎回最初の一歩で、その一歩目でどんなものが作れるか、そんな感じかな。幸せの話をたまにするけど、温泉って入った瞬間が一番最高で、あーこのまま一生このままって思うけど、20分後にはつらーって思うやん。でもまたしばらく東京戻ったらまた行きたいやん。これってステージ上がったわけでなく、また一からや。クリエイトも同じって思う。で、落ちた時は上げるしかない。あんまりどんよりに浸ったら、どんよりに浸ってる自分って、なんかかっこいいけど、なんかかっこいい。でもあかん。さっきと同じ。なんで俺だけ、なんで私のこと分かってくれないのって思うけど、思ってもあかん。結局それはかまってちゃんやから人に迷惑かける。自分であげるか曲を聴く。でもそんな感じ。どう？はい、私はしんどい時はつんくさんの We Are Winner とアプガさんの曲をすごい聴いてます。まだ負けじゃない、まだ泣かないみたいなやつを聴いてまあ出てます。はい、でも頑張ります、うん、さあでは次の質問いきましょうか。僕つんくさんのおかげで毎日楽しく生きられています。本当にいつも作品を、素敵な作品もありがとうございます。その上で、おついたちのお赤飯についてなんですが、こう皆さんも真似して食べてらっしゃる方もいるかもしれませんが、改めてこうどんなきっかけでこうどんな意味合いを込めて食べてらっしゃるのかなっていうのを最後それお聞きしてとともに、なぜかというとやっぱつんくさんがつんくさんであるために大切にされていること習慣だったりを知りたいなって思っている中で、一つこのお赤飯のことと最後につんくさんがつんくさんであるために大切にされていることをお聞きしたいです。なるほど。まあでも放っておくと1ヶ月なんか速攻流れていくし、ガキの頃おばあちゃんがやってたんやけどずっと忘れてて、結婚してから妻がやってくれるようになって、でもそれも 100% 完全にしようって思うと大変やから、買ってきてもええんやけど、でも思い出すだけで月の始まりがちゃうやん。カウントダウンして12回やもんね、年に。つんくがつんくらしく。ずっとファンやってくれてる人は、つんくの変化も感じてるとは思うけど、でも変わっていくことかな。イメージイメージって突っ張ってもしゃあないし。まあいろいろあるけど、こないだ京都夜のレストラン難民になって、うわやばい、どこもいっぱいやってなって電話していっぱいですみたいになって、もうそこまで来てたんで
もう一回店覗いたら、あって気がついてくれて、若いスタッフやったけど上手に席作ってくれて、最近別にテレビとかいっぱい出てるわけちゃうけど、ちょっとなんかツンクでよかったなって思った。そのスタッフがマジで気を使ってくれて、店長に交渉してくれたんよね。おお、どうぞって開けますって言って。すごい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、ということで、お時間でございます。お知らせを一点しておきたいと思います。次回の生配信決定しております。次回8月26日の金曜日を予定しております。詳しくは追ってお知らせさせていただきます。あ、23時、はい、23時からの、配信でございます。というわけで生配信の皆さん、ありがとうございました。また来月の配信でお会いしましょう。ありがとうございます。